すけ国営放送、ムンスケ国営放送。はい、どうも皆さんこんちゃす、ムンスケです。好きなホルモンはウルテです。よろしくお願いします。さあ、イケメンサバイバーフェリックス・リクターでいきまーす。キラーはブライト。本日のパーク構成はですね、血族、有能の証明、デッドハード、癒しの輪の4つです。ここ板ないんや。ウルテは食感がたまりませんね。コリコリした感じのね、あれ食感がうまいですね。ウルテってどんなんやったっけって思われる方ね、多いと思うんですけれども、見た目は隠し包丁ですか、表面をねチャ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 って切り込みが入ってて、焼いたらちょっとパッってね広がって菊の花が咲いてるみたいな感じになる、あれです。あれがウルテです。下か下か、この試合の時はねアーカイブがキラーの 10m 以内で見つからずに120秒間隠れるっていうねアーカイブなので、やるんね。味方がいましたね。か？あ、切られる。はい、切られていく。でも許される。そう、うるせえ、美味しいですよね。なんかホルモンで人気があるといえば、なんかマルチョとかね、ミノとかなんか思いつくんですけども、別に全然嫌いじゃないんですけど、やっぱしコリコリしたものがね食べ物では私ムンスケ好きなんですね。だからですね、お寿司とかでもお刺身とかでもちょっと貝類が好きなんですね。しかもコリコリした食感の貝ですね、粒貝とか、あとなんだろう、赤貝とかサザエとかもですね、コリコリした食感の貝がね好きですね。でウルテなんですけどね、あれ結構希少部位らしくて、どこの肉やねんってなるじゃないですか。あれ喉のお肉らしいですよ。お肉というか喉の
軟骨らしいですね。で、牛のホルモンの中では一番硬いらしいです。そりゃコリコリもしますわな。そりゃムースケ好きですわな。あー、おっと、あとちょっとで通電というところでイラプション食らってしまう。これで行動不能になりましたね、イケメン。じゃあ10メートル以内でね、隠密をねしていきますか。これ入ってるかな、10メートル以内。どうやろ、10メートルは無理か。もうちょっと近づかな無理やったかな。さあ、夢の照明で回していく。はい、通電していく。かけて10メートル以内入ろうか。嫌がる。そりゃそうやな。あ、開いた。右側の方でしょうね。お、これでまた10メートル以内隠密稼ぐ。探してもらう。ことになりそうやけどな。優しいキラーさんですね。あと、あ、危ない。稼ぐ。ですね、お疲れ様です。マッチありがとうございます。そしてアーカイブどうやろ、いけたかな。あと90秒でよかった。うわ、全然あかん。うわ、だいぶ増やしたとは思ったけど全然でしたね。やっぱ最後らへんはカウントされてなかったかもしれないですね。
あ、でもブライト10まで行ってる人や。ちょっとザ・ゲームがねやりにくかったんでしょうね。ムンスケポイント一番低いやん、もっと頑張れよ。はい、イケメンサバイバーフェリックス・リクターでした。ご視聴ありがとうございます。ありゃーす。はい、どうも。本日の一期一会はいかがだったでしょうか。はい、好きなホルモンウルテに関してはですね、かなり本編で喋れましたので、エンディングでは特にまあええかなと。はい、その代わりですね、回の話で一つちょっとね話したいことがありまして、コリコリした食感が好きなムンスケとしましては、アワビなんかも大好きなんですね。ただね、アワビで火を通して食べることも結構多いじゃないですか。なんか踊り焼きとかね、なんかでこう火を通しちゃうとちょっと柔らかくなっちゃうんですよね。アワビステーキとか美味しいのはわかるんです、わかるんですよ。でもね、なんとなく良さをかき消されてるようなね気がして、微妙な表情になっちゃうんですよね。もう何もせずにもうコリコリの食感を楽しみたいって、いや心のねそこでは思ってるんで、もう余計なことせんとってほしいなーとかね、やっぱなるんですよね。でっていう感じですよね。はい。はい。すいません。試合の方はというと、まあ、ノーダウンでのね、もうイケメン脱出できましたよーとね。そんな感じです。以上です。デッドバーイ、はい、デッドバーイ。ご視聴ありがとうございました。よろしければチャンネル登録、高評価お願いいたします。はい、また次回の動画でお会いいたしましょう。ムンスケでした。ありやす。デッドバーイ、デッドバーイ。デッドバーイ。Dead boy, dead right.